恵比寿筋、恵比寿橋筋へ。あのイオン、イオンにはエディオンか。エディオン、あ、走った。エディオン来てる。もう9階。わ、危ない。出し出し出し。あ、危ない。ここはね、ちょっと見てた方がいいね。ここの9階はすごいらしい。ラーメンパン行ってみよう。あ、カサポン、カサポン、これだ、これこれ、ちょっと見ててみよう。知ってるところがあれば。さんだよね、大阪の人ね、関西の人は。エベスさん。おお。すごい。ナンバーラーメン。一だ。ああ。どんなのがあるんだろう。チャーシュー麺。たがや、うわ、竹井、今日みんな知らんな、これな。黒豚天骨、
おお、これは、なるほど、外国人は喜びそうだよね。お土産屋さんやってないけど、グッズショップ、こっちは、あ、トイレか。あ、今日はね、下見だけ。ちょっとどこもね、知らないお店ばっかりだね。で、今ね、ラーメンがね、1000円以上、1200円ぐらいが普通なんだな。だいぶ大きい。ラーメン一座でした。しっかりプレジャーパークだから、こう時計、あ、ホーレックスないのかな、まさかの食料、あ、こういうカバンいいよね、リュックで。これは忍者、忍者屋敷、ちょっと待って、これは有料なのかな、はい、これは見てっていいのかな、忍者屋敷、あ、あ、ちょっとちゃんと順番でチケットを買ったような感じ、それじゃあなんとか、これは PS4 だ。鬼滅の刃。西陣織。これ西陣織だ。西陣織のネクタイ持ってんだ。昔流行ったな。成功、安いよね、成功ね、7万いくら、30万、あー、これは白樺60万、25万ぐらいから買えるんだな。セイコーのスポーツモデル、セイコー5とか、5万円ぐらい、これは、グランドセイコー70万、シーズンはね、あ、そうだね、30万すると、これがカシオ、カシオは1万、それでも1万、あ、1500円ね、アストロン、成功のアストロン、これはあれだ、電波ソーラーだっけ、
プレサージュ、あ、これ持ってるな、うん、お、これはトゥルビオン搭載じゃないよね、あ、こういうの買えると、G-SHOCKシリーズ、この辺もあれだよね、オーディオフィルムどことなく見てる、11万円、おかしいのこれね、カラーの海外しかない、でも安いなったね、時計コーナーでした、ミシリン灯7700円、いや、いらねえ、プラスチックだ、入れます、あ、なんだろう、これはプレイステーション4、なるほど、グラフィックが良くなっただけだけど、プレイステーション1の時代があるんです、あ、マジンガー Z だ、おお、これはすごい、ファイルダウンしてる、これはさすが大阪だ、あちこちだね、ちゃんと太陽の塔、何これ、これ何これ、おー、家に欲しいんだ、いくらなんだ、値段は、あ、300万でさ、300万、あ、3なんて話し、でも未だにこうあるんだね、こういうルーティー、あまり言うこと言ってやってみようかな、 PS3 はあれなんですね、このハイビジョンモードなんでね、 PS4 のやつ 4K だから、グラフィックに差なんで、正直言うと、ミニカー、これね、うん、これはもうちょっとエリアが違うな、なるほど、レゴ、どうするレバーラン、
らない。ライフパーク、電子レンジとか掃除機とか違うね。これ持ってますね、これですかね、うん、おぉ、ちなみに73万、やめ、から出るとどうなんだろう。ああ、どことなくソースの匂いがする。何回何倍聞く。